残念って思わないですか。まあしょうがないってもう割り切っちゃってますね自分は。日本のゲームはすごい親切に作られてますよね。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Katagat and today we are here with a guest. 自己紹介お願いします。どうも、Let's Play Japan の太陽です。On that note, today we're going to talk about all things PlayStation 5 in Japanese, so don't forget to take on the subtitles because they are there. So let's go! X 丸と×ボタンの話なんですね。PlayStation 5は×で決定ボタンに統一されるみたいですね。ああ、そうですよね。やっぱりこっちの日本のゲーマーの界隈でもすごく話題になっていますね。はい、やっぱり日本のゲーム機って丸ボタンが決定ボタンなんですよね。で、×ボタンがキャンセルという風になってるんですけども、まあ、海外では×が決定ボタンになってて、自分もちょっと調べたんですけど、海外では×ボタンが決定っていうのは、なんだろう、チェックマークが、なんだろう、OK みたいな感じになってるって聞いたんですけど、本当なんですか？テストの中にも、ボックスをクロスしてくださいとかの方が多いんですよ。へえ、そうなんだ。全部だから日本のゲーマーの気持ちに対してはもう全部海外向きになるじゃないですか。 その海外と合わせることになっちゃうじゃないですか。それ気持ちはどうなんですか？個人的にはかなり大賛成っていう感じですね。例えばパソコンのゲームだったり、あの洋ゲー、海外のゲームを遊ぶときって全部罰が決定なので、なんかそれに慣れちゃったんですよね逆に。やっぱり洋ゲーをやってからその日本のゲームとかに戻っちゃうと、あれ丸がキャンセルだっけ、罰が決定だっけって言ってぐちゃぐちゃになっちゃいますね。日本のゲームだけやってる人とかはもうちょっとやめてくれよって言ってる人もいますし、でも結構コアなゲーマーとかからは、あ、やっと統一したんだみたいな感じの意見があったりしますね。考えると PS5 の他のスキャンダルもあったりしますか？日本だと特に転売問題がもうスキャンダルっていう感じですね。プレイステーション5、まあ税込みで5万5000円ぐらいなんですけども、転売価格で45万円とかになっててやばいですね。普通に笑えないっていうか、ゲーム機買えないって結構辛いですよね、ゲーマーとしては。45万間違えて買っちゃった人っていうのが結構いるみたいで、かわいそうすぎる。本当にかわいそうですね。例えばその45万円ってゼロの数が多いので、4万5000円って勘違いして買っちゃった人が最初の方にいたみたいで、それが問題視されてますね。キャンセルできない？そうです、そうです。キャンセルしたら10万円払えみたいなことも書いてあったりして、うわこれ痛い、やだ。でもこの値段だとすると結構いいゲームパソコン買えるんじゃないですかね。そうですね、もう45万円ってなるともう最高峰のゲーミング PC が買えたりしますね。海外の、あのゲーマーさんと自分のなんか日本のゲーマーさんと比べると、なんかよく変わってるところとか、これがちょっと違うんだなとか、なんかありますか？やっぱり基本的には変わらないと思うんですけど、やっぱり海外の方が人数的には多いので、そうですね、例えば意見っていうか、例えばそのゲームのアップデートとかの意見とかは、まあ、日本のユーザーよりかは海外のユーザーの方が優先されるのかなってちょっと思ってたりしますね。あんまり変わらないとは思いますけど、ちょっと残念って思わないですか？まあしょうがないってもう割り切っちゃってますね自分は。やっぱりあのそう、世界を統一されるためみたいな。わ、そうですね、特にプレイステーション5に関してはもうみんなゲーマー一緒に同じ方向性で行こうっていう感じになるんでしょうね。自分は海外のプレイヤーさんと一緒に初めてプレイした時のなんかびっくりしたこととかありますか？そうだな、結構ボイスチャットをつけてやるゲームを遊ぶんですけど、まあ、日本人の方ってあんまりボイスチャットで話さないですね。まあ、テキストチャットが結構多いんですけど、まあ、外国人の皆さんはすごいボイスチャットで話してくれて、まあ、とても新鮮でしたね。もう自分も喋れないんで何ともコミュニケーション取れないんですけど、わ、テキストチャットよりボイスチャットがこう優先されることってあるんだって思いましたね。日本人のゲーマーが何かゲームをアップするときによくみんななんか仮装したりマスクつけたりしてるんですけど、太陽さんもそうじゃないですか？やっぱりそのなんていうかヒーローじゃないですけど、マスクつけてて正体がわからない方がかっこいいかなって思って。日本のゲーム配信者と海外のゲーム配信者なんか違ったりする？あ、そうですね、最近日本の配信者なんですけどバーチャル YouTuber がすごい多くて、やっぱり海外は、まあ、自分の顔をすごい出すのが多い人がいるなっていう感じですね。バーチャルに行ってみたいとか思ったことありますか？まあ少し思ったことはあるんですけど、まあなかなか初期投資が難しかったですね。海外のゲームと日本のゲームのよく違うところは？
日本のゲームはすごい親切に作られてますよね。もちろんそれがいいことでも悪いことでもあるんですけど、やっぱりその親切すぎると、なんだろう、自分でこう一から探したい、攻略法を探したいっていう感が、まあ、薄くなるのがちょっと日本のゲームの特徴ですね。はい、例えばなんですけど、海外のゲームって最初からユーザーを突き放すみたいなゲームがあったりするので、その場合確かにその、なんだろう、親切じゃないなって思う場合が多いんですけど、でもやっぱり自分でチャレンジしていくっていう意欲が湧いてきますね。海外のゲーム全然チュートリアルないですね。もうなしで始まる感じ、いきなりお前やってこいみたいな。なんかすごい私も思うんですけど、海外のゲームもすごくリアルに作って、だんだんリアルも顔がシワがあったりとかシミがあったりとか、そういうビューティーじゃない、逆にビューティーよりちゃんとリアルに作るのフォーカスで、日本のゲームはよく綺麗に可愛くキラキラみたいな理想みたいな感じを作られてると思うんですけど、どう思いますか？確かに例えば日本のリアルのゲームでもファイナルファンタジーとかすごいイケメンと美女で、しかもめちゃくちゃリアルなんですけど、ま、海外のゲームは、ま、いい意味でも悪い意味でも、ま、老若男女さまざまな人がいて、ま、見た目が、ま、良くない方ももちろんキャラクターとしてはいるわけで、でもそれが逆に新鮮ですね。なんか現実に近い感じがして、そっちの方がリアルだと感じますね。一番感動した泣いたゲームは、自分一番泣いたゲームはなんですけども、ペルソナ5ですね。なんていうか、ペルソナ5ってその泣かすゲームではないんですけど、なんだろう、キャラクターたちと過ごした青春が終わったってなった時にもう泣いちゃったんですよね。もう二度と会えないんだって思って。あ、もちろん今の俺のコメントは、ま、俺個人のコメントですので、ま、他の日本人の方とかまた別の反対の考え方とかいう反対の考えを持つ方とかももちろんいるので、ご了承ください。 And if you have any more questions about gaming gamers here in Japan, be sure to let them know in the comments down below, and maybe we pick them up and we do a future interview together with Sun. So yeah, thank you very much for being here. ありがとうございました。ありがとうございました。ございます。バイバイ。 See you guys. Don't forget to like and subscribe.